皆さんこんにちは、なるほど天です。今日も欲望都市で遊んでいきます。さあ、なんかすごいですね。こんなにしっかりされた羊さんがいらっしゃったら、なんかなるほど君だらけそうですけど、全部羊さんにやっていただくみたいですね。いやー、皆さんもあれですかね、羊さんとかメイドさんとかいらっしゃったらどんな生活を送られますか。まずあれですかね、車、通学とか通勤とかですね。まあ、もちろん送っていただくみたいですね。まあ、車は別に何でもいいですけど、まあ、できればリムジンとかですかね。リムジン私乗ったことないですけど、いやー、見たこともほとんどないですね。皆さんありますかね。いや、ないですよね。たまになんかツアーじゃないですけど、何かの特典でついてくるとか見たことありますけど、いや、一回乗ってみたいですよね。なんかものすごいセレブ感ありますけど。さあ、こちらは佐藤ですか。そう、今こちらですよね。射程さんがキャロルちゃんとリアンナちゃんがランキング入るとついてくるみたいで、ついてくるというか来られるみたいで、ただ5位までとですね、多分私も頑張っても100位か200位ぐらいしか入れませんけど、いや難しいですからね。こちら結構課金されてないとですね、上位いけませんからね。ナロウ君はなんかプレイ時間で頑張ってですね、他の方に追いつく感じなんですけど、日替わりナイスさんとかこちらの欲望都市さんとかですね、時間だけでカバーできませんので。さあ、ではステージですね、進めていきたいと思います。お、まだ私13ステージなんですね。結構遊びしてるから戦力差がものすごいですけど、いやー、すごいですね。なんかもう夜の街っていう、ザ夜って感じですよね。ではステージは少し飛ばして、ストーリーだけ見ますか。お、ボスまで来ましたね。さあ、お、なんとか一撃でもギリギリでしたね。第14章山内なんかかっこいいですけど、漢字だけ、多分お名前だと思いますけど。さあ、では、お戻りして、左上のですね、ユーザー情報で昇進できますね。結構私昇進してなかったですね。お、会長さんになりましたか。二人でようやく一人前目。お、ミキさん。こちらの方は、資質は何ですかね。政治系ですか。政治資質が5ですので、もう一回昇進できるんですけど、修行もしておきますか。欲望投資さん結構射程さんのレベル上げていった方がいいですかね、早めに。では40ぐらいまで上げましょうか。こちら勢力で美人さんが来られませんので、お嫁さんですよね。私いつもそのために結構取ってるんですけど、レベル上げるんですね、味方の方で。資源回収とかの回数こなして、こういう限定報酬とかのですね、勢力アップのアイテムをいただくと。こちらでしたら薬剤とかですよね。さあ、こちらも一括回収とかできるといいんですけど、役職が上がるとですね、できるタイプもありますので、まあ、ゲームによりますけど、いや、似たゲームで私たくさんお遊びしてますけど、再生リストにですね、今おいでしてますね。多分9種類ぐらい入ってるんじゃないですかね。ものすごく増えちゃって、一つ一つのゲームがですね、お時間あまり割けなくなっちゃったので、ちょっと動画配信遅れてますけど。さあ、では、ビデオさんですね。私も知らない間になんかものすごく増えていらっしゃるんですよね。ですから多分外出、歓楽街は多分皆さんもうコンプリートいたしましたので、かなりまだお見せできてないですね。さあ、第13章山下、違いましたね、先ほど山内さんでしたね、確か。一人の美女を絆をアップすると、あ、こちら入場できるんですね。さあ、では行ってまいりましょう。ランダムデートですね。さあ、お、上原すずねちゃんですかね、初めて。おっと、もうすでにどんな感じか見えますけど、お披露目タイムですね。カーテンオープンと、ワーオと。
いやー、すごいですね。なんか、いいですよね。私一人じゃ不満なの？ママさんなんですね。25歳の若さで銀座の一等地で、銀座の一等地って、どんな感じなんですかね。確か、畳1畳分で、どれぐらいですか？うん千万とかですか？いやー、さすがですね。まあ、それぐらいのレベルが高いということで。私一人じゃ不満なの？いや、そんなことないですよ、もう。ああ、他の衣装を持っていないという。まあ、なんか、これだけでもいいですけどね。まあ、やっぱりカーテンオープンでも良かったですけど、先ほどの。さあ、では、他には、イベントの方が多いんですよね。この前、イベントがあってまして、お一人、お嫁さんできるかなと思ってたんですけど、愛人なんですか？けど、ダイヤがですね、計算したら、あともうちょっと足りなかったんですよね。いや、イベントの方多いですね。遊んでいない間にどんどん増えちゃいますからね。追いつかなくなっちゃうパターンですか？ああ、かすみちゃんとかも VIP8 ですか？課金ですよね。お、ツインズさん。結構最近グループ名で多いですよね。こういうカタカナ系のグループですか？さあ、私、ダイヤが19,325ですか？一番右がありますけど、多分2万ぐらいあったらですね、お一人はですね、愛人さんになれると思いますので、またその時はその時で動画ですね、お撮りしたいと思います。では、今回の動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。